俺も電池ないんだよこれ。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。ミスターガンドスケ選手、がくるちょもチャンネルに遊びに来てくれます。はーい。本当じゃない。全種類取れなくなってるけど、あれ見てきたよ。脳天が10センチぐらいパッパって書いてた。肛門爆破って何。最近鬼田敦史さんがですねFMWE という、団体を、作りましたけれど、どう思いますかという。もう今更でしょう。鬼田さんしかいないんだよ FMW って言ったって、その当時の。そうなんや。まあ、あとリッキーさんとかいるかもしれないけど、パンディーターさんとか言えないとか。パンディーターさん、パンディーターさんやってたからね。俺あのガンノスケさんがこの FMWE にこう力を貸すということもまずない感じですか。俺介護職員だから、ね、まあスーパースターなんでね。いやだからもう FMW の名前を使ってどうのこうのって言っても、日本のファンはもう飽きてると思うんだ、はい、まあ、騒がれてももうアメリカのファンぐらいしかないと思う。引きつけるには今までやった電流爆破よりももっとさらに過激なことやんなきゃいけないじゃん。腕が吹っ飛ぶとかさ、それぐらいセンセーショナルなことやんないと誰もついてこないと思うけどな。まあその点僕はちょっと笠井純さんとか大好きなんで。笠井の方はさ、本当にさ、はい、カミソリだのなんだのものすごいじゃん。あっちの方が本当リアルな痛みっていうかさ。でも鬼田さんは FMW で電流爆破っていう自分の特許だから、あの人のね、うん、それを押す以外ないから、まあ俺は厳しいと思うね。二代目ハヤブサとしてですね、ガノスケさんがアダルトビデオに出たということで、見てないんですけど、厨房だったんで。近所の、エロビデオ屋に借り行くじゃん、ビデオ、はい。エロコーナーに入ったら、俺のパッケージがあるわけよ。あ、パッケージに載ってるじゃん、自分が。それがさ、レンタルされてるわけだよ。誰が借りてるんだよと思ってさ。これ見ながら、するやついるのかな、ね。さすがに俺自分が出てるビデオでは一回もないけど、彼女とやるときとかもハメ撮りとかして、それを見て抜くときもあるじゃないですか。俺ハメ撮りしたこと一回もないんだよ。俺ハメ撮りしたこと一回もないんだよ。やってそうなのに。やってハメ撮り。いや、だって俺スマホに変えたのここ何年かだよ。だから LINE とかも全然知らなくてさ、逆走じゃないなら知ってますけど、LINE って何ですかって。スマホどうですか。エロ動画は見てるけど、レズモノが好きだって書いてたじゃん。あ、最近そうなんですよね。レズモノは俺昔から好きなのよ。こんなところで気が合うと思わなかったです。興味なさそうじゃん、全然。エロそうな顔してて。熊本案内してください、本当に。熊本のソープランドを俺におごんなきゃいけないよ。コロナ開けたら、おごらせていただきます、本当に。はい、本当にいいところで、一元さん入れない。メンバーの人と一緒に行くのはいいんだけど。ちょっと、チョモちゃん、熊本遠征行きましょう。じゃあ、俺にカメラ回しとくわ、ずっと。ソープランドの話で思い出したけど。はい。はい。俺、学生プロレスをやってたの、大学の時ね。はい、はい。その時のリングネームが俺、ソープ延長って言うんだよ。聞いたことあります。ソープ延長って意味わかる？ソープの延長じゃないですか？先輩にもちろんつけられてるんだけど、リングネームを。はい。事件っていうか、まあ、あれがあって、俺1年生の時に、4年生の先輩の人に、ソープおごってやるからって連れてってもらったの。はい。で、初めて行って、もう仕切りも何も知らないから、で、普通にやって終わったんだけど、女の人から、延長しますかって言われたわけよ。はい、意味わかんないから、はい。って言ったわけ。自動延長されちゃったわけ、時間が。降りてったら、先輩はもうずっと終わって待ってたわけよ。先輩におごってもらったにもかかわらず、先輩を待たせて、延長料金を発生させてしまったと。はい、お前のリングネームは、ソープ延長だってなって。ひどいリングネームですね。はやぶささんもちょっと変わった。はやぶさはね、肥後随筆って言うんだけど、肥後随筆って調べてもらえば分かんないけど、はい、熊本に売ってるあの大人のおもちゃなんだよ。でそれがはやぶさのリングネームで。どんな二人なんですか、それ。では、井出くるぶしもそうやもんね。くるぶしに射精したってやつね。ああ、そうですね。はい。くるぶものが。仲間で。仲間です。
昔地上波でジーパラコロシアムっていう番組で雨上がり決死隊さんの番組でレギュラーを持ってたんですけど、すごい、これすごいですよね。毎週毎週さ、ガンヌスケコーナーが3分あるわけ。やばい。それが1年間続いたから。で、毎週毎週俺が考えたの企画っていうか、それをやってくれたから。で、競馬場行ってね、馬券100万円当てて海外ロケ行くっすから、海外ロケ本当行ったから。へえ、すげえ。あれ決死隊の番組なんだけど、はい、海外ロケ行った回だけ俺30分全部出ずっぱりだったから。それで雨上がりすごい怒ったから。あの雨上がり決死隊さんと絡んだ思い出とかないですか？最終回で伊豆のね、はい、旅館に泊まって打ち上げみたいなのをやりながら、それが番組になったんだけど、収録が終わった後、まあ、飲み会やって打ち上げがあって、何時間カラオケ行って、ホテルの中にカラオケあったんでね。はい。で、行った途中で、宮迫が、それ見てるから、もう宮迫のとかっていうのを聞いたって、いや、そら、当たり前でちょっとしか思わないじゃん。これ使えないです、これ。FMW 倒産後に、WW と、WMF2 つの団体に、分かれた理由なんかちょっと聞きたいなと思うんですけど。どこにも言ってないのか言ったのかちょっと覚えてないんだけど、多分言ってない、うん、FMW が倒産してから2つの団体に分かれたんですよね。俺とハヤブサの WMF と、はい、冬木さん金村の WEW ですよね。はいはい。経緯などちょっと僕全然知らないんで。当時の新井社長が FMW の資金繰りに困って闇金とかマッチ金から金を引っ張っちゃったわけだよ。普通に考えたらそういうとこ手出したらどうなるかっていうのが分かるんだけど、ディレクTVっていうのがあったじゃない、はい、アメリカの、はい、ディレクTVが入ってきて、もう年間契約で 億の金が出るっていう話で契約が終わってたんだけど、ディレクTVが潰れちゃってなしになっちゃったんだよね。スカパーに行ったんだけど、はい、もうそういうお金がの桁がボンって下がっちゃったわけ。お金の話が全部パーになっちゃって、資金繰りに困っちゃったわけね、FM で。で、俺なんかも会うたびに、誰かお金持ってる人知らないっていつもにも俺言われてたから、最後の方はもう給料出てなかったからね。ああ、そうなんですね。そういう状況で新井さんがもう困って、はい、資金とか、闇金から金を借りたことによってもう首が詰まってどうしようもなくなって両手上げて FMW って潰れちゃったわけですね。で、その時俺ね、入院してたのよ、足の骨折って。ちょうど俺が退院する日、はい、松葉杖ついて退院する日に電話かかってきて、はい、会社に集まれって電話かかってきたの、はい、会社に行ったら、はい、エレベーターの周りにさ、はい、やばいやつがもう30人ぐらいいたわけ、うん、へー、取り立てのやつらがエレベーターホールに30人ぐらいいたんだよ。で、それをこう押し返すみたいな選手がやって、 FMW がなくなって、はい、川越の道場に集まって、冬木さんが今後どうするかっていう話し合いをしようっつって、うん、で、冬木さんがこの後ね、俺についてくるかっていう話になって、うん、選手にじゃあ俺についてくるやつ手挙げろっつったっけ、はい、で、そこで手挙げなかったの俺だけだったの。みんな手挙げたんだけど、はいはい、手挙げなかった。俺一人だよ。なんで挙げなかったかっていうと、はい、このメンツでやってて潰れたわけでしょ、はい、で、同じメンツでまたやったところで、はい、なるほど、ダメじゃんって俺は思ったわけよ。次なんかやるんだったらもう俺がやりたいようにやろうと思って、また冬木さんが作ってやるってなると、はい、同じことしかできないじゃん、はい、また失敗するんだったら自分のやりたいようにやりたいと思ったから、あ、俺は参加できしませんって言ったわけ。その流れで俺の方にくっついてきた選手が、はい、まあ、はやぶさもそうだけど、マンモスとかガルーダとか、まあ、当時ね、はいはい、それで冬木さんの方の WW と、はい、俺のこっちの方の WMF と別れた。いやー、で、俺がそこで手挙げてたら、はい、WEW で一つでやってたと思う。俺がやらないっつったから。ガンノスケさんについてくっていう選手もいたわけですからね。それはいなかったらさ、もう、はい、
どっかでフリーでやるかやめるかしかなかったんだけど。あげないっていうのは怖かったりしないんですか？だって、自分の思ってることと違うことをさ、ゆうきさんに気まずいからとか怖いからっつって、はい、そこで自分の思いと違うのに手あげるって、それは俺違うと思うから。ああ、素晴らしいですね。自分の今後の人生のことじゃん、それって。自分がやりたくないのに、やりたくないことをやるって、俺は違うと思ったから。ああ。自分でやった方がいいって。ああ、素晴らしい。今回はですね、僕の大好きな、ミスター雁之助さんがね、来ていただいて、プロレスを、あまり知らないチョモちゃんでもちょっと興味湧いたんじゃないかなという。いや、ちょっと俺 YouTube でいろいろ動画見てみます。あ、ぜひぜひ。これ、ミスター雁之助で検索した俺の試合とかいっぱいあるから。あ、本当ですか。わー、ちょっと試合見てみる。はい、本当に素晴らしいヒールっぷりなんで、ぜひ皆さんもね、見ていただいて、雁之助さんのファンの方が、この動画も見られてると思うんですけど、ではコメント欄の方に、書いていただけば、また雁之助さんがいつか来てくれるかもしれませんので、ちょっと緊急事態とか、もろもろ落ち着いたら、雁之助さんと、くるちょもチャンネルでですね、熊本の、ソープ巡り、行きたいと思いますので、その時は雁之助さん ごちそうさせてください。見たよ、ソープぐらいの安全の。吉原ですか。結構見てるじゃないですか。結構ちょっと勉強したんだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、雁之助さんと行く飲んだくれ風俗ツアー。ぜひ、熊本に今度、一緒にご一緒できる時があれば、なんか、こういう画面越しじゃなくて、ちょっと、ビアホールマンにでも、お邪魔して一緒に飲みたいなと思ってます。いいね。あ、行きましょう。ぜひぜひ。コロナ明けにね。はい、コロナ明けに。それまでちょっと雁之助さんもお仕事大変だと思うんですけど、はい、東京も頑張っていきますんで、熊本の、雁之助さんも頑張ってください。応援してますんで。みんなで頑張ろう。頑張りましょう。はい、本日はですね、僕の大好きな、ミスター雁之助選手、元選手を、お呼びしまして、スペシャル飲み会、お話を伺いました。本日はありがとうございました。雁之助さん、ありがとうございます。では、ありがとうございます。五作の童貞喪失の話とかしなくていい。五作ってね、まあ多分誰も知らないんだけど、はい、いや知ってますよ。かわいそうなリングネームをつけられたやつがいる、はい、あいつは入ってきたの、はい、でもちろん童貞じゃん。それを埼玉屋に連れてってね、じゃんけんして上に上がるっていうのがあったの、はい、当時もう30年近く前だけど、昔のってやれたって言いますもんね。そうそう、やれたね。やる相手を選ぶのに、そのステージから女の人がじゃんけんして、お客さんとじゃんけんして、はい、ね、勝ち上がった人がやれるの。五作がまだじゃんけんで、あれよあれよと勝ち上がったわけだよ。ああ、もう勝っちゃったわけ、最後まで。本番やっちゃったんだよ。はい。で、そのオチがあって、はい、相手が何人かわからないっていう、初体験の相手が。